1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なりの3対3。3秒、2秒、1秒、今スタートしていきました。さあスリットがダッシュ勢から4号艇、5号艇、2コースから2号艇の藤田も出ていきます。まずは逃げる1号艇をまくっていった2号艇の藤田、刺して3号艇、真ん中4号艇攻めて、あとは5番6番でさあバックスイッチはトップ争いですが、わずかに刺して3号艇の浜田ありさ上がってくる。外から1号艇、2号艇、トップ集団に3、1、2が固まって、そして4号艇の長島、後方では6号艇、5号艇並んでいます。なおスタートは正常でした。ランタンマークのトップ争いはまず刺した3号艇の浜田がいった。懐1号艇、2号艇突っ込んでくる4号艇ですが、先頭には3号艇の浜田ありさ。その出足とか行き足よくしたいなとは思ってます、はい、ここでも角度よく入りましたよね。はい、この辺は、うん、はい、良さそうです。要はその乗り味とかを求めるとやっぱ行き足が良くなくなっちゃうんですよ。いや、今日おかしかったです。あ、そういうことなんですね。はい、なんか難しいです、隅の合い、はい、毎日違いますか。なんか、はい、違いますね、はいはい、今のタンマリあれば、うん、はい、スタート行けば逃げれると思うので。そうですね、はい、タンマリは良かったです。はい、はい、1番、2番、3番、4番、5番、6番枠なり3対3。2秒、1秒、今スタートしていきました。スリット後はセンターから3号艇の塩崎が出ていって、アウト内側からの1番、2番です。まずはインから先前の1号艇の浜田、まくっていった3号艇ですが届かず、刺して2号艇の前田、そして5番、4番、6番でバックスリッチは陰線から踏ん張って1号艇の浜田ありさ、今日連勝へと向かっています。行き足とかどうでしたか、今度は。うん、いや、悪くはないと思います。なるほど、はい、はいはい、前半のレースと比べて、はい、いかがでしたか。ほとんど変えてないので、はい、まあ、変わらずたんまりは良さそうだなと思いました。あ、はい、はい、準優勝戦に向けて課題があるとすればどうですか。はい、なんか回転を抑えていって失敗したんで今節。あ、はいはい、でも抑える方が好きなんですよ、うん、だから我慢しようと思います。はい、チルトもね、はい、ゼロのまま、はい、あれゼロでしたっけ。あ、ゼロです、はい、もう、はい、ゼロで行ってます。ずっと固定で、はいはいはい、なんか試運転は止めても良さそうなんですけど、本番行ったらやっぱ違うんで、はいはい、明日からも一生懸命頑張ります。エイト応援してね。